ボタンでボタンで今返してる。次、切ります。切りました。切りました。切りました。杉田さんは今から60年前にこの未開の地、アマゾンに入植しました。そしてこの土地にはどんな作物が育つのか、何度も失敗を繰り返しながら研究を重ねてきました。息子さんたちが独立した後、藤田さんは広大な土地を奥さんと二人で守っています。土地を荒らさない、化学肥料を使わない、100年ももっと耕すことができる土地作りを目指しています。もういいんだよ、ありゃいい。藤田さんがブラジルに興味を持ったのは旧制魚津中学時代でした。当時の学生たちの目は狭い日本から世界に向けられていました。藤田さんをはじめ同期生3人が海外へ羽ばたくために日本高等拓殖学校に入学します。若干20歳で奥さんを連れて渡った藤田さんは緑の地獄との戦いでした。目的に向かって懸命の毎日でしたが、菊の婦人が死去、藤田さんは一時失意のどん底に落ちます。それでも大きな夢を追い求める藤田さんは農業組合の中心的な立場に就きます。そして現在の富士エフディンを得て、今日まで農業技術の改良に力を注いでいます。硬い方が美味しいよ。美味しいか、やばいの美味しい。皮むきなら話してください。昔から、まあ、開拓精神の旺盛地かな、移住ということが、まあ、それで僕の地域ものは、まあ、お医者さんだったけど、ちょうどその時、まあ、日本も不景気だったんですよ、あの一番の不景気でね、おじさんとかや、あのよく正月お盆の時へうち来て語る、もう不景気でもう何とか何とか言って、今医者やったってなんか儲からせんよ何とか言って、いろいろ聞くし、幸いで医者になる気もなかった。